皆さんこんにちは、まいです。今回は私が1年前に眠れなくなってしまった時のお話をしていこうかと思います。去年の6月いっぱいで仕事を退職し、7月からは専業主婦ってなった時に、こなし専業主婦に私はすごく違和感を持ってしまって、仕事をしないなら毎日旦那さんにお弁当をしっかり作ったり、家のことをちゃんとして、収入が少なくなる分節約もしっかりしなきゃ、そして子供を授からなきゃって思ってたんですね。それを仕事を辞める数週間前からずっと考えていて、いざ辞めた時に、普通だったら仕事辞めたら解放感に満ち溢れると思うんですが、私は眠れなくなってしまったんですよね。布団に入ってから3時間とか平気で眠れないし、どんなに疲れてても寝れないんですよね。それが3日続いたりする時もあったので、本当にしんどかったです。で、ある日これはちょっとまずいかなって思ったのが、起きた時にすごいめまいに襲われて、もう立ち上がれなかったんです。で、それを旦那さんに言ったら、多分自律神経が乱れてるんだと思うって言われて、自分で調べたんですね。すると、もう自律神経の症状にほとんど当てはまってしまって、特に目立った症状が動悸がすごかったんですよね。ずっと心臓がドキドキしてしまって、それが布団に入った瞬間に始まるんですよ。あと頭の中もずっと何かを考えて、あとは冷や汗がすごかったり、食欲も湧かなくなってしまって、何かこう喉にずっと違和感がある感じが続いたり、食べてないのに下痢が続いてしまったり、で、これはちょっと専門的な病院にも行った方がいいのか考えたんですが、やっぱりどうしても妊娠したいから薬飲めないし行かなかったんです。で、自分なりに不眠改善方法などすごい調べて、入浴法だったりアロマやストレッチ、寝やすくなるツボや音楽、もうある人あらゆるできることをやったんですが、それでも眠れなくて、私ずっと不妊の原因は自分だと思い込んでたんです。旦那さんに申し訳なさもあって早く妊娠しなきゃって思ってたんですよね。仕事を辞めてからは、まあ、親もそうだし友達からも、なんで仕事辞めたのとか、この後は何するのとか、今どんなこと考えてるのとか言われて、もうすごいプレッシャーだったんですよ。やっぱり専業主婦ってダメなのかなってずっと考えてしまって、で、やっと眠れたと思っても、隣の家の車のエンジン音で普段は気にならないのに目が覚めてしまったりとか、ほんとちょっとした敏感なことでも起きちゃうようにもなって、それが3ヶ月続いて本当にしんどかったです。そして妊活を始めて2年の時に専門の不妊治療の病院に移ったんですね。今までは小さな病院で、まあ、簡単な検査とタイミング法を取ってたんですが、もうちょっと移ろうっていうこと で改めてしっかりとした検査をした時に、まあ、検査上は男性不妊っていう診断をされて、あ、自分は原因なかったんだっていうほっとした反面、今までの何だったんだろうって思うと、すごい時間の後悔に苦しんでしまって、あの時ももっと早く専門的なところに行ってたら、こんなに妊活も長引かなかったし、仕事も失わずに済んだんじゃないかって、すっごく自分のことをまた責めたんですよね。で、また寝れなくなってしまって、で、そこで旦那さんが、ゆっくり過ごしてって、朝のお弁当とかいらないし、夜も無理してご飯作らなくていいし、
もうとにかくゆっくりしてって言ってくれて、なのでそこからちょっと気持ちのままに行動してみたんです。眠れない時はもうテレビ見てたり、朝方眠れたらそのまま昼まで寝てみたり、今度夕方に眠くなったからもうそのまま寝てみたり、自分の体がしたいことをやってみたら少しずつ改善してくれて、季節が涼しくなる頃には割とまともに寝れるように元に戻りました。それでもまだ時々あれなんか寝つけないっていう時もあったりしたので、今の病院の先生に相談してみたんですね。そういう時って専門の病院に行った方がいいですかって言った時に、やっぱり妊活中は薬は控えた方がいい、体を動かしたりしてなんとか眠れるような工夫をした方がいいっていうことを言われて、でやっぱり病院には通わなかったんですよね。でその睡眠が改善されるとともに私の中の考え方も少し変わって、専業主婦だっていいじゃないかって思えたんですよね。世の中には専業主婦になりたくてもなれない方もいらっしゃいますし、お持ちでこれだけ好きなことできるってすごく幸せだよなって思ったら、なんか今の状況もすごく受け入れられるようになって、今はすごく幸せです。そしてこの前の体外受精の移植をした時もちょっと不安だったんですよね。眠れなかったらどうしようっていうのがまたあったんですが、意外とよく眠れて、なんかあれだけそわそわ期間もあったし不安もあったからまた再発したらどうしようって思ってたんですけど、不思議とその時は寝れて、再判定の前日だけ寝れなかったんですけど、あとは大丈夫で、なんかもっと自分を愛してあげるって大事だなっていうのを学びました。先生、後悔の時間はもちろんありましたけど、それはそれで良かったなって今思えてます。あの時間がなければまともに子育てできたのかも怪しいし、その期間があったから夫との絆もまた深まったかなと思えてるので、ダメなことだけじゃなかったなって思ってます。そしてもし無事に今後子供を授かれて出産までできて、やっぱり子育てって絶対自分が想像している以上に大変だと思うんですよね。多分また不安定な睡眠でもしかしたら眠れなくなってしまうこともあると思うので、無事に出産できた後は本当は母乳でね育てたりもしたかったんですけど、もうそうなってしまった時は素直に専門の病院に行って薬の治療とかもしていこうかなって思えるようになりました。もっと自分を大切にしなきゃなって、眠れないって本当に辛いんですよね。なのでもし周りの人が眠れなくなっていたら、辛いよねって寄り添っていただけたらなと思います。以上で今回の私の眠れなくなってしまったお話は終わります。最後まで聞いていただきありがとうございました。皆さんも自分を大切にすることを忘れずに、また次回もよろしくお願いします。